ようこそ楽天生命パーク宮城へ。ビエラの渋谷香音です。楽天生命パーク宮城では QR チケットによる入場を実施しています。スマートフォンの QR チケット画面もしくは QR コードが印刷された紙チケットもご用意ください。ご入場の際はスマートフォンの画面の明るさは最大に、そしてお一人につき 1QR が必要となります。また覗き見防止フィルムを貼っていたり、画面が割れている方は事前にチケットカウンターにてプリントアウトした QR チケットをお受け取りください。新型コロナウイルス感染拡大防止のためエントランス通過後に検温を実施しています。検温テントを通過される際はおでこや首が見えるよう帽子やフードは外した状態で通過いただきますようご協力よろしくお願いします。以上、渋谷香音でした。今日は皆さんと一緒に精一杯応援します。ようこそ楽天生命パーク宮城へ。ビエラのファン福です。楽天生命パーク宮城では QR チケットによる入場を実施しています。スマートフォンの QR チケット画面もしくは QR コードが印刷された紙チケットをご用意ください。ご入場の際はスマートフォンの画面の明るさは最大に、そして1人につき 1QR が必要となります。また覗き見防止フィルムを貼っていたり画面が割れている方は事前にチケットカウンターにてプリントアウトした QR チケットをお受け取りください。新型コロナウイルス感染拡大防止のためエントランス通過後に検温を実施しています。検温テントを通過される際はおでこや首が見えるよう帽子やフードは外した状態で通過いただけますようご協力よろしくお願いします。以上、タンフクでした。今日は私たちリアラと一緒に試合を盛り上げましょう。ようこそ楽天生命パーク宮城へ。リアラの嵐の中です。楽天生命パーク宮城では QR チケットによる入場を実施しています。スマートフォンの QR チケット画面もしくは QR コードが印刷された紙チケットをご用意ください。ご入場の際はスマートフォンの画面の明るさは最大に、そしてお一人につき 1QR が必要となります。また覗き見防止フィルムを貼っていたり画面が割れている方は事前にチケットカウンターにてプリントアウトした QR チケットをお受け取りください。新型コロナウイルス感染拡大防止のためエントランス通過後に検温を実施しています。検温テントを通過される際はおでこや首が見えるよう帽子やフードは外した状態で通過いただけますようご協力よろしくお願いします。以上、嵐千里でした。皆さんと一緒に今日の試合を盛り上げられるように頑張ります。